信号ブースターを作る。フィールドメニューを作る。作ってんねんけどね。すでに。これすでに作ってるんですけど、これどうなってんやろ。ちょっとわからん、それが。まあ、とりあえずは、ならば。ウランがね、ここで取れるっていうことを知ったから、だいぶ取っときたいね。これで、間違えた。これでね、だいぶ、ダクに、いけるはず、だと思うんで。ここでもちょっと作ってみるかなら。カーボン、金属プレートとカーボンナノチューブ。金属プレート、あーいっぱいやわ。これいらんか。アイテムを整理する。こっちで、カーボンナノチューブを作ってるから、金属プレート。で、これやね。ブースターを作ると。うん。よし。とりあえずこんだけやっといて、食料地点へ向かう。どういうこと？うん。どうよ？何か出てくる？ん？何？ちょっと待って、何か出てきたぞ。着陸したいよー。よし、降りよ。ここよね。信号ブースターを作る。これでビルドメニューを開く。金属プレートとカーボンナノチューブが足らぬ。ここに作る。わかったって。適切な測量地点を発見した。アルサで信号物差を回収する。回収していいわけ？うん。建造物。ここは何なんやろ。お、どうした？よかったんか。それは知らなんだ。
の中気になるんやけど、ちょっと入っていってみよう。探索もね、しないとね。どうやって入んねん、この中。入ること叶わず、あ、ここから入れるね。行こう。侵入ってことは出てくるんやろ、どうせ。ほら。天文学者。の家か。そんな感じか。あれ？どうした？アトラスパスバージョン2。ああ、なんか。パスがいるのか。そういうことか。なんか有料っぽいな。見た感じが。それはちょっとね、思っちゃった。こっちもか。そうか。そうか、そうか。なんもないんかよ。とりあえずこの人に話聞いていってみよう。私が近づくと、戦士は小鼻を膨らますな。深く息を吸い込み、私のエクサスーツに降り注いだ、強放射性物質の金属的な匂いを味わっている。戦士が警告を発するかのように思った。私は慌てて敵意がないこと、言葉がほとんど理解できないことを身振りで伝えた。よそ者、試験。戦士はわずかに考えると、私のマルチツールを手に取りながらも、こちらのレンズに向かって吠えた。唾が飛んでくる。マインビームのチャージインジケーターを刺し、次に私のバックパックを刺す。なんとかして落ち着かなければ。戦士が満足そうにうなった。私の贈り物と理解に感心した様子で、バイキンの言葉をいくつか教えてくれたんだ。お、やった！ありがて。ありがとう。ギュッツ違う違う違う。あ、燃える人来た。ギュッツそういう、なんか、素振りにしたやん、今一瞬。違うか違うのかなどうなの、ね、とりあえず、まあ、先のとこ行きましょう。どこに、乗り物が、あるんですかね。ですかね。乗り物を呼ぶ。頼む。こっち来て。行くのめんどくさい。行くのめんどくさい。ウラン結構あるわけやし。よし。行きますか。あっちですね。適切な土地。あれ？ちょっと待って。おお、怖い。びっくりした。当たったと思った一瞬。すごく思った。すごく思った、マジで。怖かった、今。あ、建物が。なったね。よし、またセーブで切り返しとこう。うん。ナビゲーションデータ。ナノマシン受信。よし、ここにも信号ブースだ。さあ。見ていこうか。オンライン。うん。現在の位置を特定と。お、100% 来ましたね。うん。宇宙に戻りアルテミスに連絡する。R3 で信号ブースターを回収。近くの兵団を探しておこう。それがいい。
何かあんのかな。どうした？どうした？間違えた。よし、まあ、信号ブースターは1個あればいいってことは分かったんで。よし、行きますか。調べよう。何もない。何もないんかよ。お、ソジウムゲッツ。濃縮炭素もゲッツ。何、発射弾か。発射弾って何使えんやろ。知らんのよ知らんのよな。よし、それじゃあ宇宙に戻ろう。さて、初めて展開にたどり着いた時何が起こる。見当もつかなかった。美、謎、冒険、危険、ついにここまで来たのかな。そうだろう。ポロターミナスのところへ行き、データをアップロードするんだ。さあ、お互いを見つけ出そう。ポロターミナスを見つけて、アルテミスにデータを送信する。ターミナスとはどこでもいいんかな。さっきやってん。ここ何かな。あ、武器、武器がある。うんうん、比較しておこう。あー、下がるんか。死の方がいいんだよね。B、クラス B やからか。そういうことか。分かった。うん。ソーラーミラーないんだよな。配線、あ、配線繊維ちょっと、取っておこうかよ、ね。これはいらんかな。うん。さすがに。何これ。ナビゲーションデータ。侵入して、取っていく。取っていく、どういうことだ。やばいやばいやばい。戦士が敵意をむき出しにして燃えるような人々は血を見つめる。惑星の大気中に放射性物質を浴びてバラバラになった私は哀れに見えるに違いない。生命体がお辞儀して挨拶をしている。伝統のため世を重んじているのだろう。お、そのよそ者武器は、そのバイキン、私は、ああ、なんかわかりそう。危険を感じてはいないが、その場立ち去ろうとすると、生命体が私のマルチツールを指さしていた。心配そうに、おい、マルチツールを 手渡すよ、身振り手振りを。マルチツールを渡す？何もしない。断ったら嫌な予感する。断ったら嫌な予感がする。テクノロジーの主張人。オギャグラの売り物には作成可能なテクノロジーの設計図と作成に必要な部品がある。おう、ハンドル、リアスモーノ、バイキン。部品を購入する。あ、こういうところにワンチャン。はい、先生やるー。2個か、でも。ソーラーミラー、あ、でもソーラーミラー持ってなかったっけ。持ってない持ってない。これは買うべきや。お、ガラスあるやんけ。ちょっと、ち
ちょっとこれは集めてきた方がいいやつや、これ。これ。素材を。未開か。よし、じゃあこれやっとこう。ベライト人かーい。ウラン取れんのありがてえな。ああ、炭素か。こいつらね、やばいんでね。まだおるんかよ。もうええって。いすぎやろ。いや、わかったって。怖い怖い怖いもん。だけあんねん。あの、いや、いすぎ。いや、なんかおかしい。この有害物質の、有害物質じゃない、植物のいる。どんだけあんねんこいつら。ちょっと落ち着けよ。まだおるんかよ。もうええって。もうえってほんま。ここはやっといた方がいい。嘘、あれ何おかしくねそれ。また出てきたで、ね。もういない。さすがにいないやろ。いや、おるんかい。おぉ。お主。いい加減せえほんま。もう出てこんといてよ。びっくりしたわ。あとは配線繊維、売却厳しいとかな。うん。ガラスね。何作れるのか知らなかったからね。ちょうどよかった。一般的な宇宙船の通信信号を変化するデータや物質の転送を可能にする。あっ。あっ、いるやつや。テクノロジーがカタログに記録されました。ありがとうございます。テレポート受信機。半物質やね。半物質と配線繊維ね。配線繊維めっちゃいるんやけど。ちょっと買いに行った方がいいわ。これ食べて。方がいいな。一旦そこはカットする方向にするとして、もうちょっと時間がかかりすぎているんで、一旦カットします。てなわけでカット。ちょっとね、売りました。売りましたよ。工面して。なので、配線専用ちょっと。帰りね。自分の基地に戻って、そこからちょっと
自分の基地で、これだと思ってるんで、多分合ってるでしょう。なので、少し。前の政権、現在の政権、ここやね。ワープして、配線繊維はちょっと、拝借にはね、買ってこようと思います。これでおそらくね、二つ。7個。合計7個。8個か。覚えてないけど。テレポーテーションのやつと、A の、工事ブラスター。ドリル、工事ドリルのやつね。できるようになると思うんで。とりあえずここで配信せんよね。あっちこれ買っておきましょう。ではこれでとりあえずマルチツール、これよね。問題これ。よし、いけましたね。ずっとやりたかったことができました。マルチツール、光学ドリルね。いやー、戻ってきたね。またここに。ここに宇宙船来てますね。テレポート受信機がね、欲しいんで、確かこちら側に、銅、有色金属やから、違う。有色金属はね、銅って作れたんで、確かね、有色金属どこに行った？有色金属はないかな？作成アイテムの方か。有色金属。有色金属はどこですか？探し物はどこですか？ちょっとクラフトも、クラフトというか作りもしたいしね。どうやどうどうどう。で、どうないね。どう取ってこなければ。どうしよう。あかん、スイッチが入ってしまった今のは。ちょっと待って。ユニットできた。テクノロジーね、取れるものはあると思うんで、取りたいんだが、モジュールが足らない。ゼロ、あれゼロ、そう。あ、そうか。ここで使ったやん、そういや。思い出して。どう取りに行こう。うん。原材料、どう